いやー、水中ですね。なんで開始早々こんな目に遭ってんのかわからないですけど。あとこいつ誰？あ、もうあかん。終わりや。終わりやったわ。今までありがとうございました。あ、夢でした。よかった。これあれやな。手中おじさんがおったところの部屋ですね。またなんか持ってけんのか。はい。シックスちゃんと比べると頭身が高いですね。ということでめっちゃ急にぬるっと始まりましたが、DLC だそうですね。DLC はなんかランナウェイキットっていう、まあこの多分生贄にシェフに調理される予定やった子供が目覚まして逃げ出したみたいな感じのストーリーっぽいです。イエーイ、スライディングができるのならもう大丈夫。もう恐れることはないわ。あーでもあれか。ライター持ってないよね、この子ね。暗いとこ向いてないってことやよね。暗っ。ライター持ってないってことは、でもそんなに暗いマップはないんじゃないかな。こっちかな。この扉ちょっと開いてるよね。あー、ここか。あれ、シックちゃんじゃない。なんか誰か違う子が追われてんのか。あ、捕まった。しょぼ。あいつは DLC の主人公にはなられへんな。大したことないやつやわ。それに比べて見て、俺の脚力このシックシャに劣るとも勝らない。シックシャの方が速いかもしれん。でもこのスライディングはかっこいいから、あーもかっこいい。 DLC の主人公たるものこんなもん、スライディングは身につけて叱るべき。ん、これあ船の絵や。これあれか、舞台になってた船かな。降りるのかしら。よ、行くわ。あれ、ノーもおらん。ちゃうやん。嘘つかれた。昼やん。なんやねん、黒肝なめくじやんけ。信じられへん。ノームみたいな声出すなよ。ちょっと可愛い声出すなよ、お前。ムカつくな。くそ。逆走してる？もしかして。本編とは。出口に向かうんですね、つまり。帰ってやるよ、こんなとこよ。冗談じゃねえ。逃げ出し、あれ。開いてない。どうしよう。この向こう側の扉も別に開いてないような。あっこ行きたいから。こんにちはーす。もうなんもないもんな。なんでこいつはこいつで部屋から出たらやる気すべて失うねん。休日のおっさんみたいな。さすがにでも、こっからは飛び降られへんもんな。なんかこいつだけができる超アクション。二段ジャンプみたいな。あ、てか手前のこっちから入れればいいか。そうかそうか。そもそもこっちから来たんや。よし。おお、いえ、ごめんごめん。大丈夫？こっちはいけないので、じゃあこっちか。やっぱ逆走になるな。行くぜ。だらっしゃやー、ただいま、あらあらあら、死んでしまいます。ちくしょう。すごい声出たわ。もうしゃあない。こっちから、こっから丁寧に降りような。怪我したらありやしな。これは男の子っぽいね。でもあっこに誰かおるよな。あいつか。あいつの後を追えばいいんか。というか、あいつのルートを真似しよう。待ってくれ。っていうか、懐中電灯めっちゃ羨ましい。待ってくれ。できれば捕まってくれ。捕まってその懐中電灯を落として俺にくれ。めっちゃ足早い。この世界の子供たちみんな結構足には自信があるんやろうか。ここって電気ついてたとこやよな。もう完全に消えてるけど。
暗い。あ、でもそうか、逆にここ電気ついてた場合、ここに電流が走ってるせいでここが抜けられなくなっちゃうんだよね。いや、ちょっと待て、この閉まりかけているドアちゃんと閉めると、なんと、さあ行くぜ。おさらばよ、こんなところから。お、女の子や。待ってくれ、なんでそんな一人だけ逃げようとすんね。しかもあの女の子、ちょっと主人公この子よりも少しだけ年上っぽかったな。よいしょ。で、ところに瓶があるな、気になるな、あの瓶気になるな。届かんわ。いや、ちょっと待て、これがあればあの子はきっと待っててくれるやろ。よし、頑張れ。さあ行くよ。俺今運びながら気づいてんけど、多分これがあっても届かない。でも気になんねんも、あの瓶みんなも気になるよね。き、お、いた。よし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 、この瓶を、はい、なんや、何してんの、何をしたの、何をしたのか全く分からんけど、今回の収集アイテムこれってことでいい。じゃあよし、あ、じゃあ今後見かけ次第割っていこう、探していこう。もやし人形とか火つけるとことかと一緒ってことやな。よし、満足しました、ありがとうございました。あ、これか、待っててくれたんや、ありがとう。あれ、ちょっと待って、でもシックスちゃんが来た段階ではもうこれあったよな。っていうことは少し前の話か、これ。今かの女の子が垂らしたやつやんね、このカーテン。ああ、昔の話か。よし、とりあえずあの子についていけばよさそうやな。いつまで一緒にいれんのかわからんけどな、一生一緒にいてほしいな。これは、おお、だだ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 、あの子が落ちたかどうかもわからないのに。はあ。ああ。絶対綺麗な水ちゃうやんこれ。あ、ここはあれなんか床があるのか。どうしよう、届かんな。なんか引っ張っていけんかな、この辺の。あ、これ引っ張れるんじゃない？引っ張れるわ、多分こっち側からやと。なるほどな。なんか力仕事多いですね。シクシャの時は大体なんかフルオートでなんとかなったのに、たまに運ばなきゃいけない時もなんかちょっとお伺い立てる感じやったのにな。シックスさん、すいません、これここ運んでいただくことになるんですけど、これ今はおらんけど多分水中に潜む謎の敵みたいなの出てくんねやろうな。おいおい、瓶あるんちゃうか。今の俺の瓶役ざっぷりすごいぞ。あるんやろ、瓶出さんかい。こっちかな。あれ、あの子。あの子かわいそうに、助からんかったんやろな、これは。ま、いや、懐中ネットに入ったし、なんかすごい全体的に灰色で、なんかすごい灰色やなって感じの子やったし。わあ、この懐中電灯は俺が持つにふさわしいということよ。いただくぜ。あのヒルが一匹だけおって、あの子がどうなってしまったかなんとなーくわかんのいいですね。ちょっと待って、早くね、お前ら水生生物やったんか、マジか。ま、早いのは俺も一緒やけどな。いやー、強いです。すいません、調子乗りました、すいません。自分シックスさんの足元にも及ばん新米のくせに、ちょっとスライディングできるからって調子乗りました。
謙虚に行きます。頑張るぞ。いやーいやー、よし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 、こいつら高いとこには来えへんやろ。キョ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 、ほいほいほい、よし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 、マジか、あいつら水やと早いんや。んー、なんかこことかもヤバそうやな。激ヤバ水中謎生き物いそうじゃない？瓶ありそうじゃない？もしくはこういうとこなんか意味もなく、なんか気になりません？なんかあるんちゃいます？登れへんわ。そもそも。まあ、いいか。サクサクいっか。ほいー。めちゃくちゃ、水中ではさすがに懐中電灯は鬼できない。あー、なんか、全体的に暗いのね。ひっくり、あーでもなんか起き上がるスピード、シックシャンより速い。やっぱ男の子は強い。いいですね。これ、中に入りたい。無邪気に、そしてそのまま漕ぎたい。自ら行くとこ行きたい。おなんか、クソキモ謎人形が。なんかめっちゃ水中ステージ多いな。出たよ、ほら謎生き物、激ヤマ謎生き物、早いし、早いし、もうなんかこう、お前、靴ん中おったやろ、ちょっと前まで。なあ。もしくは、ここで生きるのが嫌になって、そのうち靴行くやろ。そうか、こっちの方が前の話やから。あいつまだ、まだ水にアイデンティティを感じているんやな。そのうち俺水やったらやっていけへんってなって靴の方に移動するんやな。こっちか。ん？ん？これどうすんの？ん？これだって降りれんのか？高低差が分かりづらい、暗くて。びっしょびしょやわ、この子。うわ、なにこれ。うわ！昼詰まりがすごい。昼が詰まっているよ。何をしてんねん、逆にあいつら。ぶつけてみよう。はい。聞いた。ってことは、うわー、そうですよねー。しかもこいつら強化版や。激強ヒールズや。ちょっと待って。一回。よし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 。怖い怖い。さて、今回は結構ヒルが主な敵になってくんねんな。正直あれやもんね。本編でシックスちゃんに襲いかかってきたヒルって序盤だけやったもんね。水。ほんまに水多いな。下の方なんかな？まあ落ちたもんね。下の方なんかなって言ったけど、盛大に落ちたわ、そういえば。あの子も落ちたんかな？落ちて、ヒルに、食べられてしまったんやろうか。ネズミおった、今。ネズミ、気をつけろ。気をつけろ、ネズミ取りだけには気をつけろ、お前。俺は言うたぞ。さ、このスイッチが重いですね。ひりきかわいい。二人目のひりきかわいい。なんでやねん、お前ここまでこんなパワフルな感じやったやんけ。なんで急に力なくなんねんな。まあいいか、じゃあもういっか。これ登れるやろ。これをもしかして、そういうこと？こういうことですか？こうして、そこのスイッチをオンにして、よいしょー。で、水かさが変わるってことですか、これは。っていうことは、過去来たステージの、なんかすごい怒涛の勢いで水増えていくんだけど。何のシステムこれ。あ、でも船やもんな。なんかこの辺で調整してんのかもしれんな。え？
めっちゃ水来てんけど。ちょっと待って、これなんか段階踏めてたよね、さっきね。そこで止めてくれたらさ、こっち行けるんですよ。そうそうそう、なるほど。こんな感じで水かさを変えて進むのは多分今後もあるやろうな。よし、で多分まだ水に住む謎の生き物、水中謎生き物シリーズ続くと思うから。通れる。ほらもうなんかこんなとことかさ、もうさ、なんやったらコントローラー今ごっと振動してるから。謎生き物いますよ予告が。行くぞ、はっ、よし行け、よしよしよし。なんか人やったな今。髪の毛生えてたし手もあったよな。はい、え、近い、どうしよう。こっから、はい、よし、頑張れお前、え、ちょっと待って、こっから遠くないっすか。はっ、頑張れお前、え、うぅぅぅて、ちょっと、しかも結構耐えてる。なぜかすごい水面で耐えてる。でもなぁ、言うてなぁ、あっこしかないんよなぁ。じゃあもう、はい、こう、できるだけ最短ルートで。いけ、あぁ、ダメですー。いや、ちょっと待って、これ手前側から行くと捕まれるってことか。手の位置がおかしい気がする。そして水面で耐えるこいつ。ずっとこいつとか言い続けるのかわいそうやから、キットって呼んであげよう。キッちゃん、頑張れキッちゃん、いい感じやでキッちゃん、その調子やでキッちゃん、飛ぶでキッちゃん、しかし飛ぶでキッちゃん。だから別にこっちから来る必要ないな。 こうでいいか、これが最短じゃないか。こうしてで奥から行くとがっつり手につかまれるから、よいしょ、で、こう。オッケー。で、危ない。ここで着地して、ここで、ああ、間違えた！やばい！大丈夫か？よし。これはなかなかの二択やけど、あっちに瓶ある！いいかな。こう。うわあ、騙された、こっちじゃない。でも水面で耐える。もうそんな耐えてんにやったらもうちょいなんとかなるでしょ。あと前髪切りなさい。あっちはフィントやな、あっちはフィントやから、こう、つまりこっちを、はいや、はいや、はいや、は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 や、危ない。嫌がらせみたいに下から一回ポンってしてくんのやめてほしい。よいしょ。これ瓶の中に何入ってんの？なんか取り出してポケットに入れてんねんけど。なんやろ？ろうそくみたいなんを。さて。そこにいんだね。だからちょうどこっからまっすぐ横切る形になるとぶつかってしまうということやったよな。だから、よいしょ。こう来て。これは正しいということではないか？こう。で、こう。こう、オッケー。いや、いけた。ん？これは押せるやつかな？いや、押せるやつ？蓋めっちゃ開いてるけど。あかん、押せへんよ。こっちか。なんかこれ見逃しに置いといて、実は違うみたいなトラップ結構あるな。ほっ。で、これを引き上げると、頑張れ、お前ならいける。よし。何がお前ならいけんのか分からんけど。出とるんだが、何か出とるんだが。いや、ちょっと待って、上げすぎか。ちょっと下げる。
これぐらいでどうや。よいしょ。出とるんだが、何か気になるものが。え、なんかもうド直球にグロいねんけど、この辺り。これ何？魚の足か。なんでやねん。はい、魚です。あ、食べに来るかなと思ったら来えへん。おー、来た。めっちゃ感謝せえよお前。すごい感謝せえお前。俺がおれへんかったら食べれてないねんぞ、その魚。ほら感謝せえ。無限餌あげられるシステムやん。え、もしかしてあれ、あっこで魚に夢中になっている間にってことよっ。あ、そういうことか。いや、向こうに魚まだあるでしょうがよ。靴、あっ、靴、片鱗が見え始めたな。靴もいいな。あいつがそろそろなり始めんねやろな。それはまだ未来の話。